11月、積雪の多い安泰寺では冬への備えが始まっていた。雪の重みで建物が壊れないよう雪囲いを作る。じゃあ妙元さんね、それ全部決めていってくれる？どこにどれ使うか全部妙元さん決めてくれる？はい。3年目の妙元さんは作業のリーダーを任されていた。なんか変だね。これ高すぎるんじゃない？これ。何が大事か考えてやらないと。エコーさんに指摘されたのは竹の本数の間違いだった。一見こだわるまでもない些細なミス。しかし妙元さんは自分に強い苛立ちを覚えていた。So it expresses like anger, but I think it comes from me being、you didn't give your best, and then I was like, why? I still have things in myself which I would rather change than accept. 実践してきたのは何も求めない修行。いつしか修行者として完璧な自分を求めるようになっていた。